はい、今日はうちにいる子猫ちゃんたちのご紹介をします。彼女ビスコちゃん、お引っ越し先が決まってます。もうちょっとでお引っ越しです。で彼女は、ももちゃんですね。この子もお引っ越しが決まってます。そしてとはい、おいで君。はい、彼女はマリンちゃんです。彼女もお引っ越しが決まってます。それから、それから、はい、おいで君。ショコラくんです。彼もお引っ越しが決まってます。もう今いたずら盛りなんですけど、眠たいみたいですね。 彼女はお引っ越し先が決まってるけど、まだお名前は決まってません。こっち向ける？ こっち向いて、はい、はい、おいで。はい、はい、はい、そう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 。そう、彼女です。東京に行くのかな？横浜だったかな？はーい。そして、彼。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。彼が、よいしょ、彼が、ジーンくん。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 ダメだ、猫だらけになってきた。ジーンくんです。ちょっとお顔見して、ちょっとお顔見して。はい、彼がジーンくんです。ブルータビーの男の子。彼もお引っ越し先が決まってます。そして、はい、よいしょ、移動して、はい、いいです。あららら、ダメよ、やめて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 。彼女も引っ越し先が決まってます。まだお名前まだです。そして、君、あんた美味しいな。じゃあ彼にしよう。彼は、ナナ君。お引っ越し先は決まってます。眠たいのかな？そして、はい、彼。よいしょ。彼は、うーじゃないよ。おーい。彼は、チャヌ君です。お引っ越し先は決まってます。チャヌ君です。ご飯食べたんで、ちょっとお口が 汚れてるんで、後で綺麗にしときます。そして、と。彼。ああ、ごめんなさい。彼女。彼女もお引越しが決まってます。トーティーの女の子ですね。まだお名前は決まってなかったかな？はい、決まってません。あとはいろんな、こう、シャマルさんの赤ちゃんとかがいるんですけど。彼、ショコラくんですね。お、ジーンくんがちょっとご機嫌になったかな。ジーンくんとももちゃんが遊んでますね。まあ大体こんな感じでいつも猫だらけで。彼女はナナさんです。ナナさん。お、早い早い早い。おっきいんですよ、彼女。よいしょ。おお、たったたたたた。はい、まあこんな感じで お引越し先が決まっている猫ちゃんを、あ、まだだ。雪村くん。よいしょ。ちょっと聞いて、君。あ、彼が雪村くんです。おーい、雪村くん。彼、雪村くんです。ずいぶん大きくなりました。はいはい。ちょっとあんまりジャラシに遊んでくれないかな。他の子が怖いのかな。すごく優しい子なんで。 彼が雪村くんです。北海道の帯広の方にお引越しですね。はい、以上、お引越し先が決まっている猫ちゃんたちでした。お、ちょっと待ってください。今ちょうどジーンくんがおトイレ、大人用のおトイレでできるようになってます。他の兄弟、お引越し先が決まってる兄弟たちもみんな、もうおトイレでできるようになっておりますので、お引越しする際は、砂を少し入れてお引越しさせますので、よろしくお願いします。マリンちゃんです。はいはい、ショコラくんです。ショコラくんね。はい、以上です。シャマル姫の子猫ちゃんもどうぜひご覧ください。